ちは、バビです。こんにちは、シュウです。イエーイ。いや、これすごいね。これ何屋さんだと思う？これじゃあ質問、これ何屋さん？逆に、視聴者の皆さんに5秒以内にお答えください。はい、じゃあシュウちゃんから発表してください。かき氷屋さんです。イエーイ。劇場公演もいっぱい一緒に楽しもうね。はい、 AKB48 チームキャプテンの小見春子と津山遥です。今は皆さんと会えない日々が続いているので寂しいんですけど、また会える日のことを楽しみにお家の中で今から過ごすワクワクしています。なので皆さんも次に会える日のことをシミュレーションしておいてください。今はお家の中でできることを一緒に楽しみましょう。ではまたね。チーザーいい、はい、50万円えあのかき氷機を買いましたか？口どけがほんま天使みたいからのシーシャ今流行る。チーザーいい、はい、80万円デジタル写真集が発売されるので皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はですね、まゆみさんのチャンネルでまず一番最初にサウナに、でしゅうちゃんのチャンネルで日本食ですよね、食べて、チャンネルではなんか可愛いトークしたいな。あ、自分のチャンネルで可愛いトークしようとしてんだ。まあでもやっぱこういうとこがないと結婚できない。すごい、すごい、すごい。さっきなんです、50万の150万でしたっけ？150万。綺麗だけど、うん、150万かもしれない。いや、わかんない。ね、あ、これの方が来ます。うん、うん、うん、絶対違う。マジで？50万？絶対違う。うん、もう絶対違う。ほら、あ、美味しい。ほら。違うよね。やばい。そう、カルボナーラ。まず私の身長体重は163センチに40キロぐらいがだいたい平均です。まあちょっと痩せてる時だと39、40、41の間ぐらいかなを、まあ、行き来してる感じです。でもこれでもね、ちゃんと生理が中期的にちゃんと来ているので、まあ、自分の中ではこの体重が基本ベストというか、もうずっと変わらないですね、この体重はっていう感じです。これがいいのか悪いのかっていう感じなんですけど、私の父の家系が結構細くて、おばあちゃんもね多分38キロぐらいしかないんじゃないかな。お父さんもね身長高いけど、まあ細身ではあるんですね。でそんな中でですね、体型時で大事にしていること1つ目、もはや味とかじゃない、マイナスイオン森林の吹雪いいのか、いい。想像つくその味。吹雪やばい。え、でも私本当ちゃんとシーサー、シーサー。バカになってるけど。乾杯、3軒目。ね、これマイナスイオンの森林の息吹。森の中にいますみたいな。あー、おお。ま、チャンネル。二人の共通でさ、男性の前でおならとかしないとか、そうね、でしょ、だから一生おならを見せないでいくってこと、うん、え、マジ？きつくの？なんかおならとかゲップとかさ、なんでもいいんだけど、おならなっちゃったとかあるじゃん、意図せずなんかどういう風におならしてるの？例えばおならしてるの？どうなのか、なんか歩いてるの？あの、ちょっとおなら
鳴らしそうだなとかって思ったら、あえてこうやってポってポーズ取ったりとかする。すまんねー、別に。すまんねー。やばいやつ、やばいやつ、やばいやつやけど、ちょっとふざけて、ほんとすごく寒い時期なんですけど、ひやりと根性で撮影しました。20歳になったということで、すごくおしゃれな大人っぽい衣装で、この素敵なスタジオで撮影皆さん、ぜひグレモーション撮影じゃなくてグラビアとデジタル写真集見てください。ありがとうございます。一般的な C 社でイメージしていくと思います。鼻の息は、鼻の息も何もないし、口メガマシ、あ、美味しい、お、いい、お、好き好き好き、あー、いいね、あー、ほんとりょうさん、二人ね、新たな結婚式来てくれたんですけれども、おばあさんは初っ端から彼が入場してる時の表情を見て覚悟決まってたって当時の母に言ったから、あ、そっちなんだ。自分の息子がすごい覚悟を持って一人の女性を愛されてるかもしれないって思ってもっと面白いことがあったんですよ。その後に行うこと、皆さん何でしょう、結婚式って。え、ブーケトスですよね。でそれね、皆さんご想像できてますよね。受け取った人がこの人なんですね。だって言って取りに行ってないからね。嘘つかない。マジでマジで、おいおい、やばい、ください。やばい、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 やばい。私はここはやっぱシュウがもらうべきだなと思ったね。だからやっぱ若い人でもらったらおもろいなと思ったの。その後でラジオでも使えるし、そうやってたの。いや、私そういうの苦手なんですよ。そうそう、いいいいですいいですみたいな。で、2人でごちゃ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 したら、バーって、あさみさんね、シュー行きなのは嘘つくな。あれ、バーじゃないのよ。あれじゃないのよ。これ私の店。はい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 。私そういうの苦手だから、はい、目指したくない。ど真ん中のちょうどスポット、空いてるスポットにガムちゃんが来たの。で、せーって騒いで、で、そのこと投げたら、そうだ、このいい、一番いい文字のスポットに入って、私のところに入ってきた。私のところにすごいしっかり来てとか言って、第三者にも説明してみて、なんか違うって言った。自分で行って、もう、ここに来る場所に行ったやん、自分からと思って。一番もう、おもろいなと思って、一番撮っちゃいけない人から撮りましたマジで、子供だからさ、毎週、うんうん、でかいこと、声で、めっちゃいけないこと言うのよ。あんな場で、なんかさ、で一番撮っちゃいけない人が撮ったイエーって言って、超でっかい声で言って、聞かしなさいって言ったよ、また。見たわけじゃなくて、すっと自分の前に来たので、ありがとうございます。その結婚式場の密着みたいなのにずっとカメラが密着してくれてるわけ。で、教会に移動しながら、ちなみにブーケトスあるじゃないですか。誰が撮ると思うとかありますかって聞かれて、私撮るって思う人いるんですよって言って、バビさんとかさ、え、すごくない？すごい。いや、まあだからバビさんが前に出ることを見越してきたんですよ。そういうこと？なんかバビさんにスポーツで行く気がするなっていう面白いことが起きそうと思ってた。面白いことじゃないなっちゃんねる。ということで今回はかき氷食べながら、すごいゴージャスな空間でゴージャスな新車を吸わせていただいて、あの二人のチャンネルも載ってるんで、好きなものと試しね、はい、ぜひ皆さん見てください。あとお二人はね、引き続きスナラジにも出てるので、ぜひ聞いてください。何なの？はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。大丈夫、喋る。
Nobody else.
Live from the Blaisdell Arena.